正直太郎、あちら風に言うとオネストジョン。これぞアメリカ軍のロケット弾なんですが、このオネストジョンが日本で初めて発射されたのが昭和30年の今日なんです。ところが静岡県東富士演習場、初の公開試し撃ちってんで物々しい警戒でしたね。この日は特別に政府の人や自衛隊員、それに地元の人も招待されて見学することになってました。アメリカ軍の人もとにかくすごい威力があるんだぞと言ってましたが、地元の人はなんとなく心配げでした。このオネストジョンは長さ約8メートル、重さ3トン、カマキリみたいなスタイルで不気味なもんでした。この風船は別にお祭りというわけじゃありません。風向きを測るんです。発射時間が刻一刻と迫ってみんな緊張しています。いよいよ最後の秒読み。4、3、2、1、0。うひゃーすごい、これはすごい。午後3時5分、オネストジョン発射。真っ赤な火を吐いて音速の15倍、秒速500メートル、富士山上空をぐーんと飛び越えて遥か地平線の彼方へ消えていったんですが、まずこんな物騒なものを使わなくてもいいような世の中にしてもらいたいもんですね。